こんにちは、うりうりばあちゃんです。藍の布地出してきて、これをつなぎ合わせては、この前の着てた柿渋の着物なんだけど、これもね、こうやってつなぎ合わせて作ったんですよ、ある生地をね。そんな風に私はやろうと思うんです。型紙買ってみたい。うちはね、大人の浴衣っていう浴衣も一重の着物も同じようなもんだから、男性用と女性用の型紙が入ってて、型紙取るやつよ。これは型紙を取りますので、型紙取るんなら自分で型紙作ってもいいなと思った。これはそういうやつだったね。で、私はいつもこうやってね、もう自分の型紙を作ってるんですよ。こういうのね、袖だよとかね、ついたけとかおはしょりをつけるやつとか。もう一個買ったのはこれ、手間いらず切り離してすぐ使えるやつ。このまま自分用のとこを切って使えるみたい。パターンはお組とかこうあるみたい。これもおはしょり付きだけど、これを作っといてついたけも作ればね、そんなに変わらないから。分用に袖をもうちょっと短くするとか好みでね。こっちの方が楽かもね。作り方が一応ついてるよ。まあ大したことないけど、裁断説明とかってか、これだけか。縫製説明、襟を作るとかなんか書いてあるよ。こういうやつを買ってみました。6000だからね、そんなに襟のとこがちょっと難しいんだよね。そしてね、この生地で切って40センチ幅で切ると、2つとあと20ぐらいできるんだよね。20あればお組が取れるから、おはしょりつけると自分の身長分くるっていうの。もし150だったらここ肩で行って帰るから、3メートルでしょ。これで3メートル2つできて、あ、そうか、たもとがあるからたもと分がいるな。たもとが、この自分のたもと分ね、例えばこれが40としたら、ここ縫い代あるから1メートルあればいいんじゃない。だから1メートル1メートルで、3メートルの4メートルあれば、こっち側でお組と襟が取れるんじゃないかな。まあ多く見て1メーター20あれば、5メートルあれば足りると思う。150の人はってことね。身長によって違うけど、まあ5メートルあれば足りるんじゃないの。ちょっと多めに買っといてもいいじゃないですか。で、残ったやつはまたね、考えて。そしてね、もらい物の着物があるんですよ。これはね、男性用の着物だったんです。そして男性用って、ここが人形っていうのは、こやつがなくてこうくっついてるんですよ。それをほどいて、雪もなるだけここをほどいて長くした。昔の着物ってなぜかこんぐらいになるんだよね。これもそう、短いんだよ。こうやったらね、この辺なの。雪ってこのくるぶしのとこまでがいいんだって。ここにね、すごい無駄分っていうか、中に入れ込んであるから、これをほどけばずいぶん長くなるから。でね、着てみようか。着るとこんな短い。でもずいぶん出ると思う。こんだけはないかもしらんけど、なるだけ長くする。それでこの着物ね、ついたけなのよ。もう短くて、こうやってほら、もうちょっとあるけど、おはしょりつけるほどはないわけだから、こう帯の中に入れてもいいし、ここをちょっと折ってもいいけど、あ、いいか、これぐらいだったら、たもとの長さは。で、これはこれでいいや。これは白っぽいでしょ。普段着にしたら汚れて目立つから、藍で染めようと思います。その藍が今夜藍ね、アマゾンに売ってるから、これ使ってみようと思う。絞りのやり方もいっぱい載ってるよ。切って 1m20cm 幅だったら、 5m あれば絶対足りるから、それを40-40で切っていくわけですよ。両端をジグザグでもいいし、ロックでもいいからかけて、着物みたいにして作りましょう。それでやりましょう、これで。で、私はね、まずその前にこれを直そうと思います。先にやっといた方がいいから。これ模様があるでしょ。かすりだと思うでしょ。かすりじゃないんだよ、これ。よくできてるね。ほら、裏は何もないでしょ。かすり風プリント、かすりに見えるもん。ちょっと見は、よくよく見たらプリントかって思うけど、ただの面だね。こんなの生地屋さんに安く売ってない。こういうのでもいいよね。これで、この生地がに柄がついてるから、この柄を生かしたいんですよ。だからといって、これ全部薄い藍にすると寝ぼけたみたいになると思うの。濃いとこも欲しいから、全部濃くしたらこの模様もないし、せっかくこの模様があるからもったいないじゃないですか。だから蛇腹に折っていって、そして半分だけ濃くして半分薄く染めようと思うんですよ。
そうすると横に濃く薄く濃く薄くってなるから、それがいいかなと思います。だからもらい物の着物があったら手直しして、もしおはしょりがなければついたけで着ればいいし、おはしょりがあればおはしょりつけてもいいし、私の前桜のお花見で着てたやつも市松模様だった、自分で折ったやつちょっと地味だからっていうので染めたんだよ。あれは反物の段階で染めたんだ。だからああいう染められたんだ。着物になってるとちょっと染めも制約できるけどね、なんとか染められるから、薄いとこ濃いとこで横にしようと思います。縦にしてもいいんだよ。あとね、今これ見つけてきた。これアジアの布で、多分朝ヘンプだね、お朝だと思う。こうやってこうやってもう折りになってる。幅が帯にちょうどいいの。ちょっと長いから切って、皆さんも帯になりそうな、何でもいいんだよ。そんなんだって帯にしようと思えば帯になるし、どっかの生地屋さんで買ったやつ、これも帯に作ったの。これもそうじゃない。だからそんな風にいろいろ作れるんで考えてください。帯なんか簡単でしょ。これに接着芯貼るか、厚めの布を入れて縫ってけばいいから、ここをこう全部ミシンかけて裏返して、裏返すの大変だね。だからやっぱこうしてこうやって縫った方がいいね。本当はお太鼓にするとちょうど長さがいいぐらいあるんだよね。だけどお太鼓はねあんまりしないと思う。だから半幅の方が使うからね。これさ、何もしないでへこ置きみたいに巻いてもいいのかなね。そんな感じもするよね。これ帯にするじゃない、へこ、ただただこうへこ帯みたいにね。そして縫いもしないでこうやってよ、こう適当にこんな風にやっといたっていいよ。そういうのもありかもよ。皆さん仕立てなくても、特にこれなんかこの幅だしいいじゃんね。こうやってそういうこともありかもしれないですよ。まあ帯にした方が楽かもしらんし、この辺は適当でこうやって置いといたっていいじゃんねと思います。ここら辺がちょっとこうなるのは、まあでもこの辺だってよ、こうやって入れとけばいいじゃん。こうやっとけばいいじゃんね。まあこっちが、こっちもよ、こっちもよ、こうやってよ、こうやってこうやって適当に入れといたっていいよね。これは帯に作らないでそうやって使ってみようか。それもありかもしれない。ではとりあえずこれをここをほどいて藍で染めます。これ袖の丸みね、私ね袖丸い方が好きなんです。ちょっとね今片方縫ってみた、袖つけてみましたね。でこうちょっと袖丸くしてこっち側やります。これはこうなってるんだけど、そしてまあこのぐらいに合わせてちょっと短くしたね。ずいぶん出したよこれはね。ここまでだったんだけどこれだけ出した。それでこっちもすごい下手だけど、まあこういう風に縫ったんですよ。これもここだったのをここまで出した。もっと出してもいいんだけど、なぜかっていうと、そしたら全部ここ直さなきゃいけなくなるからめんどくさいじゃん。この脇もこう入れるとなると、ここも全部ほどいて直さなきゃいけないんで、この脇もねめんどくさいじゃんね。だから上だけね、なだらかに、この辺だ。本当はねここまでだったの、全部ここまでだったんだけどインチキした。上だけこ直して、こうなだらかに、下はこうこのまんまにする。で大丈夫と思う、ここの雪が出ればね。そんな感じにします、ごめんね。そしてねこの裾なんだけど、裾はちょっと長いけど、この帯をやるところに中に入れる、その方がこう伸ばしたりしても、この帯の中にたるみがあったらこうやってもこっちのこちらからギュッと出てこないじゃないですか。この中にたるみ作っとけば。だからちょっと長いのはこの帯の中に入れるようにします。こうやってね直していくと着物の縫い方もちょっとずつ覚えられるし、いいじゃないですか。このあるやつを直すのもね大事だと思うよ。でこれでいいならこれでいいんだけど、私はちょっと短くして袖に丸みを持たせようと思うのね。その場合はよ、これ作った、この私自分の丸みをね厚紙で作ってください。これはね着物の2個くっついてんだけど、本当の着物の立ち机なんて言うんだっけ、これちょっと名前今すぐ思い出さんけど、どうしたかっていうと、多分ね骨董屋さんで買ったんだろうね。骨董屋っていうかなんか忘れたけど、まあどっかでね買ったと思うよ。なのでまず雪を目いっぱい出しましたね。ここね袖のね、ここだったやつをこうほどいて、ほいでここ
アイロンかけた こんだけ分で、これは丸みを持たせてちょっと短くします。で、私ね本当に着物も何も習ってなくて本とか見てやってるからできるけど、着物の先生とか見たら違うとか言うかもしれないけど、だからごめんね、そういうわけよ。着た時にできてればいいじゃんっていう考えだから、私的には。これもうこっち側に折ってあるんだよね。あ、こうか、こうだな、こうなってるってことね。そして長さ、さっきどうした、この白いのがよく見えないね。これがこの長さと同じ、この辺だな、ここだわ。ここでアイロンかけ、よいしょっと、ここね、このぐらいだよな、このぐらいで、ここにちょっととりあえず印しとく。それでここに、よいしょよいしょよいしょと、そういいよ。こんぐらいだね、こんぐらいの丸みじゃない。これでいいじゃないですか。ミシンでやってもいいんだけど、すごく簡単ですけど、ちょっと丸みをつけて縫いましたよね。それをこの袖の中に入れるんだね。中表にするって書いてあったよね。こっちは表にして、で中表、これはつけたからよしと、これをこの中にこう入れるんだな。これをちゃんとここをしっかりしとかないとね。ここが上だよっちゅう印を、こことここを合わせて、これが私の型紙、袖付け止まりはここですって書いてある。これに合わせようじゃない。ここだって袖付け止まり、ここまでせにゃいかんだな。自分のね長さをちゃんとこういう風に、今調べたら袖付けが世間的には23センチぐらいみたいなんですよ。で、私はね20ちょっと長めにしてる、ついたけ だから長めに取ってます。おはしょりつけるんだったら上目でいいんだけど、これはあのついたけの着物にするんで帯を下にするじゃないですか。だからだいたい私25センチぐらいにしてます。ついたけだったらちょっと袖付けは25センチぐらいがいいんじゃないかなと思います。普通のおはしょりつける着物だったらまあ23センチぐらいでいいと思います。これはついたけにするんで25センチにします。ここまでつけます。これねミシンでやってもいいんだよ、その方が楽かも。このぐらいだね、はいはい。これも25センチぐらい、これをあの中表にしたでしょ。 これを袖を中に入れて、ね、これとこれを表同士にしてこうやりますね。目いっぱい出したでしょ。それで縫ってきますね。ここはよく留めといた方がいいみたいよ。まあ後でまた留めるけど、まあこうやって縫いましょうね。だからいいよ、ミシンかけてもね。今ミシン持ってくるのはめんどくさくて、はい、縫いましたよ。でこういうのブラブラ余ってるから、うん、まあそのままでもいいけど、ちょっとところどころでもいいし、押さえといた方が後でブラブラしなくていいかもね。だからちょっとねところどころでいいじゃんね、めんどくさいから。ちょっとこれ一本で縫えばよかった。はい、縫いましたよ。それで糸は今私白糸使ったのは木綿糸の白を使ったんですね。だからあの染まるから、もし木綿糸がない人は染める色にしてくださいね。どう染めるかっていうことなんだけど、こうやって折って薄いとこと濃いところを横に作っていこうと思ってるわけですよ。こっちが前に来るんだからこっちは見えないもんね。こんな風に折っていこうと思うんですよ。で、蛇腹にね
ここを濃くしてここを薄くして濃くして薄くしてってしようかなと思うんですね。だからこのぐらいずつセンスみたいにね全部入れ込むと中が染まりにくいから、こう蛇腹にしとけば全体染まるじゃないですか。そしてこっち側をしたのは前の方が濃くなって、この中後ろはあんまり見えなくもないけど、まあちょっとはいいかなと思って、でここをこうするでしょね。でこっち側もこうするじゃないですか。それで裾を濃くしたいでしょ。ここが裾か、裾はここへ出しとこうね。それでこうしてこうすると、まあいいや、こうしよう、こうしてだね。で一番裾は濃くしたいでしょ、だからこっちをまず先にこう染めるんですよ。次は紺はやーいで染めます。この手直しが今終わりました、第一部ですよ。よいしょはい、はい、第1部ね、これ着物の雪を出しましたね。それで裾は直さないことにします。そんなには余ってないからちょうどいいと思うんでね。ではこれから紺やーいで染めます。で私はかすり柄がもったいないし、これ一色で染めたら濃く染めるとなくなるから、薄いの一色だとちょっと寝ぼけるから濃淡でいこうと思うんですね。それでこう今蛇腹に折りましたね。ここね、ここを濃くするんだよね。ではこれから染めます。よいしょ、はい、第1部、手直し終わりです。